明日の優勝戦メンバー続々と決定してまいりました。まるでドリームを思わせるような強力メンバーが名乗りを上げています。いよいよ最後の2つの椅子を目指しての戦いということになります。第11レース3つ目の準優勝戦です。1号艇片岡正弘、2号艇重成和人、3号艇上田隆明、4号艇大井隆夫、5号艇松尾祭り、6号艇武田和也、以上6選手の対戦です。2017年に入って4連勝と破竹の快進撃を見せました。そして堂々のトップ通過、明日の優勝戦も1号艇を目指しての戦いとなります。片岡正弘インコース、総浅瀬地と2号艇重成和人が2コースに構えます。去年の香川支部勝率そして賞金ナンバーワンエースが2コースからどう攻めるか。そして3号艇上田隆明センター3コース、今シリーズも抜群の安定感、地元水面ならばさらに磨きがかかります。角の4コースには回り足強力、狭いところでも展開をついていきます4号艇大井。そして俊敏レースで大井に船券に貢献5号艇松尾祭り、そして大外6コースにはフレッシュルーキー6号艇武田和也です。3対3枠なり、第11レース3つ目の準優勝戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコースと6コーススタート優勢、トップスタートはインから1号艇片岡、そのまま逃げ切るか。2コースから2号艇重成が刺す、3号艇4号艇まとめてまくる、打ち再打ち捉えたのは5号艇松尾バックストレッチ、先頭わずかに1号艇片岡に、内から2番手は5号艇松尾祭り、3番手から2号艇重成和人、後方6号艇3号艇4号艇11レース準優勝戦スタート正常。1号艇絞り込んでいった片岡、外に持ち出す5号艇松尾祭り、その内側から2号艇重成が先手を取ってくる2番手争い、ここで2番手は逆転あった2号艇重成和人が浮上、3艇審査の3番手に交代5号艇松尾祭り、上位体系は1番2番5番です。先頭は好スタートからしっかり逃げ切って独走、1号艇片岡正弘、2番手追走2号艇重成和人、5号艇松尾も諦めず内側鋭く狙いますが突き放した、2番手リードを広げた2号艇重成和人、1番2番5番の体勢、4番手以降も水が空いて6号艇3号艇4号艇が続いています。完全に先頭を抜け出していった1号艇片岡正弘、2周にマークトップでクリア、2号艇重成和人が2番手追走、5号艇松尾祭りが3番手、6号艇の武田和也が4番手から追い上げますが上位体系変わらず1番2番5番最終周回に入っています。ここはしっかりと好スタートを決めて、そして堂々の押し切り、明日の優勝戦も絶好枠が見えてまいりました。3周1マーク独走でクリア、そして2番手は2号艇重成和人、3番手5号艇の外、6号艇武田和也、また差を詰めてきた、その差は2艇身5号艇松尾に迫る、上位体系はしかし目下のところ1番2番5番2艇身差の4番手に6号艇武田和也、後方3号艇4号艇ラストコーナー、先頭は1号艇片岡正弘、2番手2号艇重成和人、3番手争い5号艇の今度は1点差しに切り替える6号艇武田和也も5号艇松尾が守った3番手125、先頭1番片岡ゴールイン、2着2番重成ゴールイン、3着5番松尾、4着で6番武田ゴールイン、3番上田ゴールイン、ラスト4番大井ゴールインです。